はい、こんにちは。今日はですね、沖縄でアパートを借りるときに、知ってた方がいいことということでお話したいと思います。知ってた方がいいことというか、注意事項というか、そういう感じでちょっとお話できればなと思います。私ですね、沖縄で不動産会社に10年間勤めてました。で、今はもう不動産業で独立して、4年目になるんですけど、京都でも3年ほど不動産業をしてましたので、大体不動産に関わってですね、17年ぐらいになりますね。よかったら、聞いてください。で、沖縄でですね、アパートを借りるときに、内地と違うなと私が思ったのはですね、まず一つ目、最上階のお部屋は暑い。やっぱ最上階の部屋ってね、上に住んでる方がいないので、人気があるんですけど、実際沖縄で最上階の部屋借りるとですね、やっぱり下の階よりだいぶお部屋暑いです。屋上、上の部分にですね、断熱材はもちろん入ってるんですけど、建物。ただやっぱ沖縄ね、日が暑いんでね、どうしても部屋は暑くなります。ただ屋上にですね、太陽光パネルとか、載ってる物件もあるんですけど、それになると少しはマシだと思います。やっぱり断熱効果がありますからね、太陽パネルですね。最上階がですね、暑いと言っても、メリットもありますんでね、景色が良かったり、やっぱ上の人がいないので、上の人の音が聞こえないとか、そういうのがありますので、そういうの知った上で選んでもらったらと思います。で、二つ目ですね、ベランダの向きなんですけど、沖縄の場合は、南ベランダがやっぱり一番いいんですけど、その次は東向き、で西向き、北向きの順ですね。なぜかというとですね、南はもちろん日当たりがいいんで一番人気なんですけど、沖縄で西向きのベランダの物件を借りるとですね、やっぱり西日がすごく暑いんですね。沖縄の場合は東向きの次西向きっていう感じですね。で、補足ですけど、北向きのベランダの物件でもですね、沖縄の場合、火入ってきますね。西日が入ってくるんで、北でもそんなに暗い感じはしないですね。部屋に入った時はですね。だから北でもいいのかなって思ったりもします。これはもう人それぞれですね。ただ、沖縄ですね、海が見える物件がいいっていう時にですね、西海岸の海を見るときはどうしてもベランダ西向きになりますんで、県外の方に人気のですね、北谷町で海が見える物件はもう全部西向きですね。暑いですけど、綺麗な海が見えるんで、いいっていうことですね。その辺はですね、やっぱりもう選ぶとき、知ってた方がいいっていうだけで、もう絶対ダメだよというわけではないんでですね、そういう感じで選んでもらえたらなと思います。で、3つ目ですね、アパートの後ろにですね、山とか畑とかですね、空き地で草ぼうぼうみたいなアパートを借りるとですね、夏になるともう虫が結構すごいですね。いろいろなアパート私も見てきましたけどね、なかなか京都で後ろが山とかですね、畑とか空き地っていうのはなかったんですけど、沖縄の場合そういう物件がありまして、すぐ後ろ側とか、すぐ横側とかにそういう空き地とか山とか畑があるとですね、やっぱ虫多いです。沖縄はですね、虫やっぱり多いんでですね、虫が嫌いだなっていう人は、こういう物件はちょっと遠慮した方がいいかなと思います。4つ目ですね、海の近くの物件は湿気がすごいです。沖縄ですね、湿気がないような、ハワイみたいにカラカラしてるイメージを持ってる方もおられるんですけど、沖縄は基本的には湿気すごくありますから、湿気がすごいのに海の近くに住むともっと湿気すごいです。沖縄に移住してきてですね、海の近くに住みたいとかあると思うんですけど、湿気がすごいっていうことを分かって住まれたらいいと思います。私もですね、移住して海の近く北谷町に住んだことあります。海は見えない物件でしたけど、もう海まで歩いて5分ぐらいで行けるような場所だったんですけど、そこのアパート4階建ての2階に住んでましたけど、湿気すごかったですね。ちょっと僕も住んで初めて、すごいなと思いました、本当に。どういう風にすごいかっていうとですね、クローゼットとかに革物のバッグとかですね、
まあ、例えば革ジャンとか、そういうものを入れてると間違いなくカビますね。で、あと、まあ、ヴィトンのバッグとかもカビますしね。あと、米とかですね。まあ、米びつに入れて置いといたり、まあ、何か入れ物に置いて普通に、まあ、置いてあるんですけど、米もカビましたね。ですので、米がカビた時にはもう次から冷蔵庫にずっと米入れてました。あと、醤油とかのこう、なんていうんですかね。醤油こう使うとですね、上の方にこう筋が入ると思うんですけど、まあこの筋の部分というか、そういうのもカビてきたりしてですね、もう茶谷に住んでた時はもう全部僕冷蔵庫に入れてましたね。醤油とかソースとか。まあソースは普通は入れるか。みりんとかですね。そういうのももう全部冷蔵庫に入れてました。ただ、茶炭住んでた時、今ちょっと湿気のことで嫌なこと言いましたけど、もう茶炭はもう最高でしたね。まあ歩いてビーチに行けるし、泳ぎに行けるしっていう感じで、住むのも最高なんですけど、その湿気の部分は、ちょっと注意しないとダメかなっていう感じしますね。アパートの1階に車を置いてたんですけど、この茶炭の物件でですね。まあある日、車に乗ろうとするとシートがジメーっとするみたいな。これ湿気かなみたいな感じでですね、ちょっと驚いた覚えがありますね。じゃあ次ですね、5つ目ですね。まあ沖縄4階建ての建物結構多いんですけどね。まあ4階建ての場合はもうほぼ階段です。景色がいいんで、まあ4階を選ぶ方もおられますけど、まあ景色がいいから4階とか最上階がいいから4階っていうのもあるんですけどね。なんか僕のイメージだと4階建てだったらエレベーターついてるのかなっていう感じだったんですけどね。もうほぼ階段ですからね。これはもう気をつけてください。まあ今日はですね、こういうちょっとアパートを、まあ、借りる上で、私が不動産会社に勤めててですね、まあいろいろお客様を案内した時にですね、まあ京都とやっぱ違うなっていうふうに感じた点をですね、今日はお話しさせていただいたんですけど、まあよかったら沖縄に移住してアパートを借りる際の参考にしてください。